めた当初はボケで色気のあることなんかできないと思ったこれ。やるんだったら本当にお客さんだろう。さあここからはですね、NSC を卒業されてどんなことを学び、このブレイクスルー、ね、皆さんも今人気芸人ですけども、どういうふうにそういうふうになれたのかっていうのはね、逆に教わりたいなというふうに思ってるんです。こちらは関地方の2人、男女コンビで良かったことって何でしょうかね。喧嘩しやすい。はあ、僕らの人間的にはってことですね。前は私女性コンビで、やっぱ思ったことあっても言いづらかったんですけど、やっぱ女性だと同士だとやっぱちょっと仲悪くなっちゃったりとかあったんですけど、相手が男性だとすっごい言いやすくて、すぐ思ったら言うっていう。しきさん、それはやっぱりそうですか。そうですね、僕もやっぱ柔道有段者なんです、心のどっかで男だと喧嘩したんだけど、やっぱ、ご時世的にあれですけど、女性だから最悪ぶん投げれる。心の余裕がコンビ感としては投げ応えありそうだよね。あんま気にせずこう言ってくれるってのもあるんで。なるほど。なんか男よりも男女コンビの方がいい。男女コンビになって真っ先にそのコンビの関係が良好だと言いたいことを言えるというのが、そうですね。エブリバディの二人も女性コンビ男性コンビでしたけども、なんか今の意見聞いてどうですか。そうですね、ただ私たちは仲良い先輩と後輩で組んでるっていうところもありますね。そうか、そうか。あんま男女気にしたこともなかったですね、はい、だからそうです、男女コンビって言われて、なんか確かになと思うぐらい自分たち馴染んでないというか、ただ私たちの顔を見せたいというね。僕らがやってるのは漫才でもコントでもないんですよ。そう、フェイス。このフェイスだけを本当に見せたくて組んだぐらいの、はい、はい、あれなので、いや、男女でこのフェイスやってるやつはいねえだろみたいな。で、僕12年経ってようやくその世に出れたんですけど、リーサルウェポンみたいな。確かにね、吉本のね、チョイさんとやっぱタクトさんは陽キャだわ。ああ、いろんなやっぱ芸人さんだからいろんな性格の人がいるんですけど、この二人は本当にどこ切っても分かりやすく、人間的にもね、ここはちょっと異質かもしれませんね。はい、うん、私たちは結構そのタクト の恋愛相談とかも聞きますし、そこもなんか結構あれですね、先輩後輩ですね。普通のずっとそのままずっと来てる感じですね。エビちゃんさんも昔は女性コンビでして、はい、そして、タコスもそうだったじゃない、男性だったじゃないですか、はい、それは今どうですか、マリーマリーを結成されてから。あ、けど私の感覚としては、日本大好きなベトナムの方が大きいので日本に期待を尊重してあげたいなっていう気持ち。なるほどね、はい、インバウンドの先駆けみたいなやつ。僕もいろいろ日本を教えてくれるガイドさんと観光気分って感じです。レオンさんは昔から団長コンビでしたけども、はい、どうですか、こう、キッサムーンを組んで、このキッサムーンを組んで、本当に阿部って老若男女を愛されるんですよ。優しい。だから自分もほっこりした気持ちになれるので、はい、マジで組んでよかったなって。なるほど。今こう言いたいことが言えるというのが男女コンビの良かったことっていう点だったんですけど、他に何か男女コンビでいいなと思った点ってありますか。あ、はい、阿部ちゃんさん。僕なんですけど、僕女の子が本当大好きなんですよ。僕が愛されるの、僕が愛されるの。女の子はみんな大好きなんですけど、コントなんですよ。だから女の子と何かこう物語があればあるほどコント作れるんですよ、男女コンビって。まああれですけど、ちょっとエッチなビデオとかをこうずっとこう、はあ、こう DVD 屋さんってこう見ていくんですよ、うん、あれ全部男女コンビのコントの設定できるんですよ。じゃあ、ごめん、エロビデオを見て女の子が小さなポーチの中でドラゴン飼ってるとかネタ思いつく。とりあえずその、まあ、言葉はもちろんしないですよ、その舞台上で。言葉はできないけどそのなんか絡みっていうか、そのおしゃべりがあるんですよ、はい、設定が全部、はい、これがね、全部ほぼコントにできるんですよ。入ってきた瞬間に優しそうから今急降下してる。急に入ってる。いや、他ありますか、皆さん。あ、でも一個あります。はい、沙織さん。男女コンビ組んだことによって、男芸人の先輩たちにめっちゃ話しかけられるようになった。女性コンビだと、なんか世界観作りがちだったりもしますもんね。その辺はあるかもしれないですね。はい、逆に、じゃあ今度、男女コンビで困ったなと思うこととかってあるんですか。はい、ガオさん。恋愛大好きなんですけど、はい、恋愛ちょこちょこ邪魔ですね。
これはどういうことですか？一般女性歌手は女性なんですよ、はい、だからネタ合わせとかなんかしたときに女性とお出かけってあっちを認識しちゃうんで。ああそういうことか、はい、だから一発もうエビちゃんの写真見せたら安心しますよ。こらこら、女性の逆どうなんですか？例えば彼がいると恋愛しに行くみたいなことあるんですか？いやちょっと全くないのがやっぱそのタコスだからかもしれないんですけど、うん、それもなんかまあ私にとったらいいことで、タコスと組むってやっぱこう芸人の仲間は私分かってくれてるんですけど、うん、結構大変なんですよ、はあ、話が通じないし、はあ、あそう感情の起伏もあるし、なんか素直なただの人間なので、まあ、私はタコスといることで自分の株がどんどん上がってくるそれが本当に先ほどね、阿部ちゃんの方から設定って話が出ましたけど、はい、男女であるからこそやれない設定もあるんじゃないかっていう、このネタが制限されたようなことって椎木さんあったりします？うちらの場合はそんな男女っぽいネタをそこまでやんないので、この人はわめいたりキレたりする系なんで、ね、でもあんまりこう男性同士だったらできる、カップルのネタとか、はいはいはい、女性と男性のネタとかは結構リアルな感じでやると、キャラに合ってないとやっぱなんかちょっと気持ち悪いというか、僕がアホ食いするネタがあるんですよ、作った当初ボケでその色気のあることなんかできないのって言ったら、こうやってアホ食いやるって言ったら、はい、本当にお客さんからヒーって言われて、設定知らずもやっぱり必ず絶対このコンビ付き合ってるみたいな噂が立つみたいなんで、俺も男女コンビあるあるだったりしますけど、やっぱネタの中にも弊害があるんですよ。ちょっとそういうのありますね。攻めすぎるとちょっと惹かれることはあります。男同士だったらそこ悲鳴上がらないかなとか。確かにですね。そうか、でもあんまりネタの中では設定的には弊害がない。私たちは意外とそうですね。まあ確かにね、ここもね、味見みたいなキャラクターやってましたからね。してくれます。パワー系になってきましたからね。東京の男女コンビでそんな男女を売りにしてるのが最近いなくなる。確かにそうかもしれない。ネタも弊害ありますか？僕らは一番男女コンビでいないですよ。なんか僕らまずクリティカルヒットがあって、ね、はい、オープンザカーテンセクシーガール、はい、ウォーキンセクシーガールみたいなのがあって、あとスキーピプティーとかあって、ネタの弊害は今のところないんですよ。ごめんなさい、YGA の皆さん。確かにね、男と女じゃなかった。フェイスとフェイスだわ。そうだわ。フェイスなの。なるほど。でもなんかその逆に、男女っぽいことをやると、はい、柄に合わないな、みたいな、はい。キャラクターで見られてるんで、うん、男女感、男女コンビがあるような、そのネタをやると、なんか笑いづらく思われるよ。あ、ふざけないんだ、みたいな。そう、そうです。岸さんはどうですか？それこそさっき椎木さんが気持ち悪くて悲鳴上がるって言いますけど、うん、面白そうな最終オーディションでお客さん入れるんですけど、うん、俺らネタやった時に、みたいな悲鳴がめちゃくちゃ上がったんですよ。上がりすぎて、なんか警備員さん来たとか来てないとかっていうのもあるんですけど、本当に来たとか、本当に来たとか、そんなのもあるんですけど、僕らでもそれちょっと嬉しいって思って、ああ、なんで、もう知っちゃうんで、僕は嬉しいなって。なるほど、マリマリですか？私はそのタコスの欲望とかをまあネタにしたりとかもしますし、なんかよくあえぐネタとかあるんですけど、なんかそれとかも最初になんかネタ見せられた時にカッコであえぎってなって、マジわかんねえって思ったんですけど、なんかね、欲望のままにやったらそれが柔らかいっすね。あのネタの台本カッコあえぎになってるから、あの部分はあと音符ついてました。音符ついてるんですよ。普段まあコンビですから四六時中舞台以外のところでも顔を合わせなきゃいけないと思うんですけど、その時の普段は距離感は男と男女どちらに近い？世間知らずはどうなんですかね。僕ら一番仲良くて男女コンビでしたけど、いやここはそう仲いい、先月も沖縄旅行プライベートで行って、すごすぎる。それも1年前から使用さえして、この日は絶対開けてくださいってマネージャーさんに言って、そうなんね、行くぐらい計画立てて行くぐらいずっと仲良い。全然休みの日でも会えますし。普通に買い物行きたいから一緒に来てとか、この映画見に行きたいから行こうとか。旅行行った時って、そう、なんか大丈夫だった？そう、ちょっとだけあったの。ないもう一人いましたけど。ちゃん、あ、もう一人一応。あ、なるほど。まあでも、2人でも全然どっか旅行とか、車運転してもらってどっか行ったりとかも全然できます。すげー。世間さんはもう、ここら辺の
キーでも一番仲いい人。それ男女コンビとかも関係なく芸人同士として、コンビ同士として。そうですね。僕はだから NSC 時代のシーキーとサオリしか見てないから、もう想像がつかないの、二人のこの普段というのは。僕が何もできないっていうのもあるんで、もう本当母親役じゃないですけど、荷物の用意だとか、ここ来るのもそうですけど、待ち合わせして地図開いてもらって、はい、で片付けも手伝ってもらって。これもちょっと気になるんやけど、そしたらさっきのタコスみたいな状況になったらどうするの？こんだけ長くて、彼女はめっちゃ焼き餅焼いたり、彼氏はめっちゃ焼き餅今後焼いていくじゃないですか。だからファンの子には申し訳ないなとは。そこは2人でいつも心配して喋ってます。もしこのパートナーができちゃった時に、なんて説明するみたいな、この、これを許してくれる人たちじゃないと結構厳しいですよね。はい、だから彼女をまず作るとかなった時、まず一番最初に私に紹介してって言って、この関係性を伝えないといけないっていう。でもそのややこしいのが、男女コンビでも付き合ってる人いるじゃないですか。結婚したり、だから絶対そう思われちゃう。確かに。私たちは、はい、思われてると思うし、言ってますもん。はい、それでいいです。よくね。別にその付き合ってますよねって言われても否定しないですから。もうはい、付き合ってます。珍しい女性が。ケイさん、私絶対最終的には結婚すると思う。なんだかんだ、例えば他にできたとしても、なんだかんだ最終的には一緒になる気がしてます。それをすごく望まれてるっていうのがあります。うん、いや、なんかその話聞くと、なんかそうで、それもいい、美しいなという。はい、だから世間さんの芸風だったら付き合ってもかいな、そういうのに、うん。コンビ名がいいよね。だからそういう時も、世間時代に。いやコンビで結婚しやがったよっていう、でもそれもいいんじゃないですか、なんか内向的で。だから僕ら結構男女としても仲良くプライベートでも、本当友達感覚で言ってますんで、はい、親友とずっと一緒にいるって感じ。いいですね、相方見つけましたね。キさんはどうですか？僕らでも本当、お姉ちゃんみたいな感じでさ、レオンさんは。お姉ちゃんは本当、なんかレオンがその下ネタとかわーってなんか友達とかと言ってる時とかはもうなんかそっとなんか聞きたくなくて席外すみたいな。でも私はなんか本当に大親友だと思ってるし、だしまあクソガキだとも思ってるので、その3つが違うので、距離感はすごいいいっていうか、まあ、仲もいいとは思いますね。なんか世間が元じゃないですけど、なるほど、そういう感じで。エクリパリーって感想ですけど、どんな感じですか？僕らも世間さんほどじゃないですけど、はい、全然仲はいい方であると思います。仲いいですね。やっぱその、まあ、本当関係性が仲いい先輩でそのまま組んでるんで、で、本当にもう仲、本当めっちゃ仲良かったんで、タクトの恋愛相談とか全部聞いてて、ね、今もそうだよね。そうですね。だから何でも後輩なんで言えると思って、はいはいはい、めっちゃ恋愛相談しまくったんですよ。うんうん、そしたらなんか途中が嫌になったっぽくて。ちょっと聞いてください、これもいいですか？なんかもうめっちゃ好きな子がいたんですよ。はいはいはい、そしたらなんか、1日だけずっと連絡来なかったんですって、その人。1日だけですよ。そしたらなんかもう、あの子風邪ひいたかもしんないって言って。で、しんど、しんど。その日ネタ合わせするって。はいはいはい、で、カフェ行ってネタ合わせしようとしたらもう3時間恋愛相談だったんですよ。でそれで恋愛相談で終わって、でもうあ、じゃあちょっとごめんネタ今ごめん考えられないって言って、恋愛で頭いっぱいだって。で終わった後にちょっとごめん、あとちょっとだけ恋愛相談聞いてくれるって言って池袋の本当こう一周したんですよ。池袋の駅を1時間歩いて一周して、はい、で家があったんですよ、池袋、はいはい、で家の前まで送ってあげたんですよ私。でじゃあねって言ったら、たぶんいや上がんないのって言って、そこでまた恋愛相談しようとしてきて、いやごめんもう帰るわって言って、はい、帰って夜の10時にまた恋愛相談電話来たんですよ。待って たった1日でしょ、タクトさん。いや、あ、うん、めっちゃ好きだったんですよ。多分川並さんがそれで多分あしらったかわかんないですけど、それでエビちゃんに相談行ってます。とにかく話を聞いてほしい。はしごすな、そんな。いや、やっぱその男女コンビの俺は利点だなと思っちゃったんで。なるほど、なるほど。女性の意見をもらえるみたいな。なるほど、なるほど。したらちょっとやっぱり多分無理だっぽくて、ね、やりすぎて。で最後の夜の10時からまた1時ぐらいまで電話するんですよ。その毎日恋愛相談されるんですけど、もう眠たいじゃないですか。でもまあ先輩のことだしとか聞いたんですけども、終わる時もごめん俺眠くなったからもう寝るわって。なんでそっちか、こっちだ、全部こっちだ、こっちから指導品。それがもうしんどくて。しんどいですか？どうぞどうぞ。ガクトさん前飲んでカラオケ行った時に、はい、
なんかその時ちょうど彼女と別れたてで、はい、そのスクリーンに今写真とか流せるんですよ。で、その別れた彼女の写真を流して泣きながら歌っていう新婚だからですか。チョイがこう逆にね、悩みとかがあった時にタクトさんにみたいなことあるんですか。いや、タクト、あの人に興味ないですよ。最悪自分の話しかない、まだね、いいとこねえだろ。だから多分、ね、自分で気づいてないですけど、多分相談受けて、あのその5倍くらいで返すんで、僕は。でもこれはこれで、やっぱ全然まあ、まあ、なんですかね、もともと見てた人なんで、そういう人って分かって組んでるんで、苦ではないというか、別に。なるほど、なるほど。だから最近は僕は恋愛相談なるべくしないようにって、とどめてます。とどめではいるやな、はい。ぜひとどめておいてください。はい、男女コンビは、でも男女コンビはしやすいよね。しやすい、しやすい、しやすい、みんなうなずいてますね。全然、確かにね、めっちゃしやすいです。確かに、タックスがなんかリアリアしてますけど、大丈夫ですか。いや、とどめれる恋なら恋じゃねえなと思っちゃいますよ。お前、最低なんだ。なるほど、マスモト、それいいなだと、それはいいなだと、とどめれてるなら、俺それ本当に好きじゃない。最近恋してるから、恋のポンポン出てきますね。なるほど。あ、最近恋されてる。恋してる時しか栄養補給しないですね。どういうこと？いや、前のとどめられるなら恋とどめられる、それは良かったけど、恋してる時しか栄養補給しない。恋したら元気になるじゃないですか。はい、恋って一番の廃屋というか、はい、あれなんで、はい、でも今話聞いてこうならないようにしなきゃな。別れた彼女の写真を流しながら歌うのはきちいなと。しんどいですよ。先輩にやられた。その後朝まで、ヨガです。ああ、しんどそのコース。はい、アバウトタイムを見て。いや、恋愛のやつですね。あのアバウトタイムっていう映画、あれはタイムリンクの話だったっけ。タイムリンクの話です。はい、やり直したい。やり直したい。その絵が下手くそだったら、パン！ええー、だから今はもうNSCマジでいいよ、みんな。